はい、こんにちは。グッディバルーンカンパニーの金さんです。いつもありがとうございます。子供たち見てますか？今日はね、今から冬来るんだけど、先取って、いちごを作ってみたいと思います。このセットは、近々、いちごができるセットを販売しますので、楽しみにしていてください。白い水玉のついた赤い風船と、緑系の風船を使います。2つで作ります。まずは、膨らませましょう。よっ。これは11インチの風船なんだけど、だいたいこの、これは、ここ今膨らんできたでしょ？これが膨らんでくると危ないので、ここまで膨らむんだけど、一応これ、どのぐらい膨らむかっていうテストね。空気を抜いて、結構抜いても大丈夫だから、そして、だいぶ抜いたね。これで柔らかくなるので、こうやってやると、意外にこう、細長くなってくるんです。楕円形になりました。で、これ。緑色の風船を、これは黄緑ですね。このぐらい膨らませて、輪を作ります。この時にこう持ったままね、右利きの人は左手で持って、持ったままで引っ張りながら回します。引っ張って回す。2、3回回します。で、次作るところをギュッとして柔らかくして、まあ大体同じぐらいの大きさになるようにこれを引っ張りながら回す。と、風船が擦れないから割れにくくなります。同じぐらいの大きさのものを引っ張りながら回す。この指をね、こう入れてもいいからね、この間にね。この残った風船を下に下げて、結構引っ張って、引っ張ります。こうすると、3つの輪と上に1つ丸ができます。この膨らました、この首のところ、風船の、これを引っ張って、結構引っ張った方がいい。引っ張って、くるくるっと巻いて、そしてここ今水平になってるでしょ。これをね、こっち側にしようか。これをね、こうやってとこうしゃくれてくれるので、カーブが出ます。ここの、はい、いちごちゃんの出来上がりです。色を変えてもいいので、こういう感じかな。これはね、セットにして販売をしたいと思います。いちごちゃん大きくて甘いかな。ぜひ作ってみてください。とても簡単ですからね。はい、また会いましょう。かねさんでした。バイバイ。いちご。